と、ってことはね、その日本神道、ね、その日本の神社、シュラインの、神官、神主とか宮司とか、まあ、要するに日本の神社をね、全部カバネは落ちてですね、私。神社の神官がやってあることっていうのはね、レビの仕事なんです。で、まあ、レビとかの女は、巫女などを主にやってたわけです。うちみたいな、ちょっと、いびつというか、どういったような、性別がね、変えられてますとですね、性転換のように。それは、男がやるようなサニワの仕事はできますよ。そうそう、だから、陰陽師もね、レビなんです。そして、まあ、ユダヤのレビの、レビ記とかね、ご覧になったら分かると思いますけど、やってる内容はね、魔女そっくりでしょ、そうよね。魔女も、レビアン、要するにエルメスの魔術師、フェニキア、数技術の、要するに絵の具魔法。とか、まあ、禅問答なんかもあれ、レビのやり方ですし、エッセナーもレビってことです。ね、クムラン教団はレビなんですよ。で、魔女もレビなんですよ。まあ、エッセナーとかクムラン教団とか、まあ、クムラン教団のやってたことと魔女がやってたこと、まあ、うり二つです。ちゃんと調べてくださいね。そうなってるから。うちは覚えてるから言ってるけど、皆さんはそれ証拠料と自分で文献貼ったと載ってるから。じゃあ、まあ、アラビアン、どういったらいいの？例えば、イブンシーナーとかパラケルススは、まあ、ヨーロッパの方ね。イブンシーナーは中東の方。ああいうのもレビなんですよ。要するに、ああいった仕事をなさるレビもいます。あっちの方が主力でしょうけど。じゃあ、魔術系の十字軍って言いますでしょ。あ、レビなんですよ。上がってきた？振りますよ。そうそう、振りますよ。まあ、レビですよ、フリーメイソン。ね。藤原オッズ職人領団、フリーメイソンの始まり、黎明の頃に。ね。要するに、縄文土器の作り方を世界中に広めて、料理文明を復活させた。あ、レビの仕事です。で、要するに、鍋を使った釜の土器を使った鍋料理を、とにかくこれをとにかくマスターしろって、覚えろ、このやり方って。簡単やから覚えろって、頼むからやってくれって、料理復活させようぜって、人類の復興やーってやってたんですよ。で、マジも鍋料理得意でしょ。で、薬草、ハーブね、使うの得意でしょ。これが嫌われたわけ。誰で猿にでしょ。動物好きに嫌われて。で、マジを散々処刑されたわけ。ね。君ら狙ってきたこと、そんなことやねんで！